はい、こんにちは、サルウィンです。いきましょい、アズレン。というわけでアズールレーンの実況をしていきたいと思います。今日はね、建造をちょっとしていこうかなと思うんですね。前回ね、ミカサをね、サクッと引いちゃったんですけど、かなり引きが良かったんじゃないかと思われます。じゃあ行きましょうか。1時間40分ってことはどうでしょうね。これ一回、あれ、押せない、ちっちゃいんだよね、なんか。お、よーし、来た。私の出没地点を正確に予測できるなんて、私たち気が合いそうだな。ハーネットもこうだったらいいけど、はい、ノーザンプトンが来ましたね。てかちょっと音ちっちゃい、ちょっと大きくしていい。従順か、ストレックしとこう。いいですね。というわけでもっといこう。高速建造税がなくなってしまったけど、お、4時間。4時間。あー、オクラホマか。ラクタン。1時間半。ノーフォークちゃんね。はい。3時間半とかだと三笠なんだろうな。スロープシュア。4時間。ヒエはヒエ。オクラホマ。ヒエが欲しいでござる。ダメっぽい。あ、あ、高速建造台が足りない。多分なんかもらえそうじゃない？ミッションかなんかで。あ、これもらった。10回建造で Z の信念。 Z でいいのかな、読みもらえなかった。なるほど。あ、本当は学園で、なんだいなんだい。また、あ、そうか。先に進んだんだね。ヒエさんが言ってますね。おう。宴会ですって。とにかくいいよね。修練。グレイゴーストってなんだろう、知らない。なんかそう、三笠さんは心が大事だって言ってましたからね。ダンス。で、進みましたよってことですね。で、次は何をすればいいんだ？ハードモードステージを10回クリア。ハードモードって1回もやったことないんだよな。やれるのかしら、私が。まあ、とりあえず、後でやってみましょう。で、結局ね、なんかお金って結構使い道が、まあ、あると思うんですけどね。私が今のところあんまり見出してないっていうか。あ、なんか任務、なんだろう。ああ。食堂から燃料もらったからか。あれ、これミッションって12時で切り替わったりするのかしら。遠いですよね。実はまだこのゲームのシステムね、把握しきってないっていうね。はい、というわけで、一回この辺で、あー、どうしようかな。あとね、アイテム。次アイテムやろうかな。実はなんか一切実は強化してないんだよね。このなんか、こういうのさ、開けられるんですね。開けて装備品を出すことができるんだよね。てか装備ってできるんだ。今んとこ何もしないで素で戦ってますけどね。まあ全然やれるからいいんですけど、まあ言うて2のちょいまでしかまだやってないんですけどね。というわけで、後ほどね。お花飾ってみない？飾りたい。なんか両者がね、今そう、そういえばね、お金じゃなかった。ね、食料がね、最初尽きてて、うわ、やべえってなって、食料ってどこで手に入れるんだろうって思って探してたら、買えるんですよね、買えるっていうか。ここでね、まあ、みんな知ってる、知ってると思うんだけど、ね、燃料を使うと、交換できると、食べ物と。ね。っていうことで。
あとここの編集ってこれ楽しいですよね。ちょっと変えたんですけど、でもこれさ文字が反転しちゃったんだよね。うん、このさ結構このシステムいいっすよね。ちょっとさ触ると、あ今編集しないとダメか。このさすぐこうやってね置いたりできるっていうね。あなくなっちゃった、あれなくなっちゃった。うん、家具もまたちょっとなんか一生懸命このなんかここをいじるパートもやろうかな。うん、このダンボールいらないっちゃいらないんだけどね。うん、景観を損ねていって、もっとね、本当は機能的な配置をしたいよね。割とこういうの好きなんですよね。なんかもうちょっと位置が、もうこの辺、この辺いけない?が、壁際の、いけないよ。これは限界?なんか変な位置。まあいいや。うん、本当もっとね、すごい快適にしたいんで、まだ快適度は低いんで。まあ言うてね、これも今変えるんですよね。うん。割と変えるので、あ、てかもうこれ、セット自体は変えちゃった方がいいんじゃない?この貧乏ライフってやっぱり良くないよね、貧乏ライフって。あー、一気に買うといくらなんだ?怪しいな。じゃあ少なくとも買えないですね。まだ225しかないから。何がいいかな。ハロウィーンでは結構良さそうですけどね。まあ、一個一個買っていくのが一番いいかな。てか言うてあんまり言うほど買えない。この辺が安いんだ。なるほどね。まあ、ちょっとこの辺はまあ後で。あ、液晶じゃなかった。薄型テレビいいですね。テレビいいな。うん、テレビ置きたい。あ、猫ちゃんいる。かわいい猫ちゃん。怠け猫。ネズミもいるな。いいですね。まあ、この辺はね、ちょっと裏で。裏でっていうかわかんない。もしかしたら私が黙々とただ、これをいじるだけのパートをやるかもしれないです。とりあえず、あと収集品もちょこちょこ、まあまだ全然持ってないんですけど。はい、というわけで。まあそんな感じでございますね。あ、任務もらいましたね。多分、食料を補充したからか。はい、というわけでね、今回じゃあこれで終了で、次回は、装備品を上げてみようの巻かな。てか、装備品って、そう、装備って できるんだっけ?ちょっと見てみようかな。じゃあエンタープライズでいいかな。これ装備、なんかさ、あ、ある。あ、一応持ってはいるんだね。はい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 。一応初期装備はあるってことね。装備の強化もできるし、あ、突ってそれ突破ってやつなのかな?で、これプリ。あ、はあ、はあはあははあ、同キャラか素材。まあ、プリちゃんっていうのが、突破の、って話か。強化の突破があるんだ。動画打感で、あ、そうなんだ。じゃあ、プリンツオイゲン、どうしようかな。プリンツオイゲン、ね、3体いるし、3体っていうか、3人いるし。むしろこのさ、じゃあ、ほんと、プリマーク2とかレベル上げしなくていいって、そういうことかな、やっぱり。めっちゃレベル上げてんだけど。汎用型プリとか。あげちゃってるんだけど。あげない方が良さそうですね。なるほどね。まあ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 。結構手探りでやってますからね、相変わらず。まあ、それが楽しいんですけどね。あんまりね、露骨に攻略とかやっててもね、楽しくないかなと思って。まあ、とりあえずね、次回はじゃあ装備品を、いっぱい、結構箱があるんで、箱を開けるパートやろうかなと思います。お疲れ様でした。バイバイです。あれ、バババババババ。